現在社会の動きとして業務効率化、超人省力化といったところが必要とされています、まあ、そこでどのようなカメラが求められるか、監視という用途だけではなく AI を搭載して商品や人、まあ、そういったものを分析したり威圧感を低減させ、小型でかつ空間に調和する、そういったものがあったらいいなと、ようやく実現したと思ってます。この大きさでっていう方針が明確になってたので、そこにいかに入れ込むかっていうことですね。商品の品位というかデザインの品位をいかに確保するか苦労したかなと。今回カメラが小さかったっていうところもあって、カメラが持つ熱の対策だったりっていうところが、まあ、結構苦労した点にはなります。小さい筐体の中にアンテナを2つ置きましょうという話になりまして、また AI を積むっていうところでですね、放熱っていうところが重要になってきますので、私としては正直できないと思ってました。今までの延長線上の開発、まあ、手法でいくとなかなか小さいものができないというところで、そこは一つの苦労ポイントでした。今まではどう熱を伝えていくかっていう、伝える方を考えてたんですけど、逆に伝えないと、なんとか対策をしていかなきゃいけないというところで180度発想転換するっていうところに至ったんだと思います。今回出来上がったアイプロも非常に使いやすいカメラになっておりまして、私たちの AI アプリケーションだけではなく、お客様またはパートナー様のアプリケーションを自由に入れて使っていただくことができます。例えば行動分析であったり欠品検知、その他にも様々な機能を後から追加していける、そんな拡張性のある製品を作れたと思っています。うちのカメラのラインナップ的にはなかった機能になりまして、カメラ設置した後に何かの拍子でこうカメラの画角が変わった時にズレを検知してお客様にお知らせするというのが、まあ今回初めて取り入れた機能になっています。いかに短時間に簡単にですね設置できるかという、いつも店舗に設置される方がですね深夜に短い時間で設置するということもありますので、箱を開けるとそのまま設置できると、パッケージ設計ですね、こだわりをやりました。やっぱり今までの監視カメラっていうカテゴリーとはちょっと違った、まあ、形もしてますので、新しい市場だったりだとか、いろんな利用シーンっていうのが考えられるのかなと思ってます。店舗であったり工場であったり、それ以外にも一家に一台買ってほしいという感じで、いろんな方に買っていただけたらいいなと思っております。商品としてのカメラだけじゃなくて、他のシステムだったり商品だったりっていうのと組み合わせてお客様に使ってもらえるような、その先駆けになれる商品になってるんじゃないかなと。使い方次第では現場の労力を低減させたり、新しい気づきを与えてくれて業務改善につながる、まあ、そういったものを通して社会全体の安心安全、そういった基盤作りの貢献ができればなと思ってます。